セリアで購入しましたスタディープランナーを紹介します。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはセリアで購入しましたこちらの付箋のスタディープランナーの紹介をしていきたいと思います。中身に関しては30枚入りとなっておりまして、上から日付、それから目標、その他にトゥードゥーリストと時間ですね。すごいですね。こんな形で朝4時から翌朝の3時まで、ものすごい長い時間軸の予定表があります。時間軸の下にはトータルタイムで勉強した時間を書き込むことができます。その他一番下はメモですね。裏面を見ますとこういった形になっておりまして、サイズに関しては英語ノートにぴったり収まるサイズということなので、英語ノートと B5 ノートを使ってどれくらいのサイズ感になるのかっていうのを見ていきたいと思います。付箋タイプで色に関してはこちらはブルー柄を購入したんですけども、もう一つピンク柄っていうのがあります。色味としてはこちらの裏のピンク色と同じような感じですね。それでは早速中身を見ていきます。はい、ブルー柄はこんな感じですね。色味といたしましてはサンリオのキャラクターのハンギョドンのようなブルーカラーですね。そして付箋タイプになっていますので、こんな感じで剥がすことができます。糊の部分に関してはだいたい3センチほど糊の部分がついています。こちらの A5 サイズのノートと B5 サイズのノートに実際に貼ってみたいと思います。最初は A5 サイズのノートからですね。A5 サイズよりは一回り小さめになっていますので、こんな感じですっきりはみ出さずに貼ることができます。 B5 サイズのノートに関してはこんな感じでかなり余白を残して貼ることができます。次に油性ボールペン、ゲルインキボールペン、それから蛍光マーカーを使って裏抜けを見ていきたいと思います。まずは油性ボールペンですね。続いてゲルインキボールペン、最後は蛍光マーカーですね。はい、こんな感じで書くことができました。続いて裏抜けを見ていきます。はい、こんな感じで油性ボールペン、ゲルインキボールペン、蛍光マーカー、すべて裏抜けはしてないですね。下にも全くついていないです。はい、それではこの動画は以上になります。セリアで購入しましたスタディープランナーを紹介してみたんですけども、枚数が30枚入っているということで108円で約1ヶ月間使用することができます。付箋タイプになっていますので A5 サイズがぴったり収まることができるんですけども、それ以上のサイズでも問題なく使うことができます。カラーラインナップに関してもブルーとピンクの2種類がございますので、お好きなカラーを選択されるとよろしいかと思います。セリアでデイリープランニングノートが登場しました。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはセリアで購入しましたこちらのデイリープランニングノートを紹介していきたいと思います。今回購入したのがこちらのネイビーとグレーなんですけども、こちらの他にですねピンクとブルーもございましたので、お好きなカラーを選ばれるとよろしいかと思います。続いて中身なんですけども、レイアウトがですね、左上にタイトルを記入するところがございまして、その下にトゥードゥ、続いてメモとスコアがございまして、右側が時間管理できるようになっています。またですね、1ページごとに切り取れるようになっていますので、ノートや見やすいところに貼り付けて管理することもできます。枚数なんですけども32ページとなっておりまして、約1ヶ月間管理することができます。ということで早速中身を開封していきたいと思います。はい、開封しますとこんな感じになっていまして、光沢感がないのでそれなりに高級感がありますね。中身を見てみますとこんな感じになっていまして、トータル、ゴール、トゥードゥ、メモ、スコアなどが入っていまして、右に時間軸が書いてあります。すごいですね、朝4時から翌朝3時まで時間のメモリがあります。続いて油性ボールペン、ゲルインキボールペン、蛍光マーカーを使って裏抜けをチェックしていきたいと思います。まずはじめに油性ボールペン、その下がゲルインキボールペン、最後が蛍光マーカーですね。裏抜けなんですけども、こんな感じで見ますと、ゲルインキボールペンが若干怪しいですが、裏抜けはしていないような感じですね。2枚目に裏写りも全くしていないです。それぞれページごとに切り離せるということだったんですが、実際に切ってみたいと思います。切り取りましたらこんな感じになっていまして、余白がないのでギリギリのところを切り取ってる感じですね。切り取った紙のサイズは A6 サイズになっていますので、A5 サイズのノートなどにも貼りやすいかと思います。はい、ということでこの動画は以上になります。セリアで購入しましたデイリープランニングノートをレビューしてみたんですけども、以前紹介した付箋タイプともまた違ってノートタイプなので、そのまま独立して使ってもいいですし、他のノートと組み合わせるのも面白いかと思いました。メインは B5 サイズのノートなどを使って一緒に持ち歩いたりですとか、そういったこともできるので幅広く使えるノートかと思います。ダイソーのスタディープランナーの1デイタイプと3ウィークスタイプを紹介します。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのは100円ショップダイソーで購入しました
こちらのスタディープランナーの1データイプと3ウィークスタイプを紹介していきたいと思います。カラーのラインナップなんですけども、こちらはブルーカラーなんですが、ピンクカラーもございました。まず1データイプがですね、1日の勉強時間を見える化ということで、それぞれのページがですね、1ページずつ書けるようになっています。続いて3ウィークスタイプなんですけども、計画、勉強、見直しの順で3週間で1セットになっている計画が作れます。まず1データイプの特徴からなんですけども、裏面を見ますとこういった形で書いてありまして、日付と勉強時間、それから目標を記入することができます。その他にですね、トゥードゥーリストを書き込んだりですとか、1日の記録をつけることができますので、計画と実際にやったことの差を調べたりすることなんかもできます。そして最後はですね、今日の結果を振り返るということで、これからやるべきことなどをメモしても OK ですね。続いて3ウィークスタイプの裏なんですけども、こんな感じで書いてありまして、さすが3ウィークスタイプということで、こんな感じでたくさん書いてあります。内容といたしましては、時間割と学習計画、それからマイグラフ、成績の推移などを入れます。続いて3週間計画とテスト結果の振り返りということで、この中で一番大事なところっていうのは、こちらのテスト結果を振り返ることだと思います。テスト勉強などとなりますと、テスト前に集中しがちなんですけども、終わってからが一番大事ですね。記憶を定着させるためには振り返りが一番重要になってくるかと思います。それでは中身を見ていきたいと思います。まず1データイプのスタディープランナーからなんですけども、開くとですね、こんな感じでブルーカラーの場合は中身もブルーになっています。どことなくですね、シナモロール感がありますね。そしてページ枚数なんですけども、真ん中のホチキス止めのところから数えますと、後ろが 1,2,3,4,5,6,15 枚、前も 1,2,3,4,15 枚ですね。ということで30枚60ページとなっております。ちなみに切り取り等はできない感じですね。日付と勉強時間、それから目標、トゥードゥーリストと実際に行った結果、その他振り返りやメモなどもできます。続いて3ウィークスの方なんですけども、開くとですね、こんな感じに表紙に記入することができるようになっています。続いてですね、こちらの3ウィークスの使い方がこんな感じでびっちり書いてあります。こんな感じですね。こちらの目的といたしましては、計画、学習、記録、見直し、これらを一つの本でできるようになっています。年間スケジュールとマイグラフが書いてありまして、年間スケジュールに関しては定期テストや模擬試験のスケジュール、マイグラフについては各科目の点数の推移などを記入しておくと、後々見直した時に分かりやすいかと思います。成績が落ちていれば重点的に勉強して、成績が上がっているのであればそのまま維持するように注意することができます。その他はですね、時間割ですとか学習計画が記入できるようになっています。続いて一番メインの3週間の計画が立てられるようになっていまして、最後はテスト結果を記入する欄がありまして、特に気になった箇所をメモすることができるようになっています。テスト結果とテストの振り返りを記入することで、後々見直した時に参考書以上に役立つ情報が記入できるかと思います。続いて次のページからは内容になっていきます。年間スケジュールを記入できるようになっています。試しに4月をアップで見てみますと、こんな感じになっていまして、4月から3月まで記入できるようになっています。続いて次のページからはマイグラフになっていまして、こんな感じでですね、グラフになっているんですけども、各科目の点数の推移などを入れておくと分かりやすいかと思います。グラフにつきましては全12マスあります。その次のページからはいよいよ中身になっていくんですけども、まずですね、時間割を記入するところがこんな感じであります。1週間分記入することができて、科目ですとか出題範囲をこちらに記入しておくと見やすそうですね。プリントなどで配られた場合は縮小コピーして貼っておくと時短になるかと思います。続いて学習計画がですね、最終目標と1週目、2週目、3週目ということで、それぞれ記入することができるようになっています。例えばページごとに区切ったりですとか、単元ごとに区切るのも面白いかと思います。そして次のページからは週ごとにですね、さらに深掘りして記入できるようになっています。先ほどのページは週ごとにざっくり書いたんですけども、それをですね、さらに深掘りして1日ごとに記入できるようになっています。1ページがちょうど7日分ですね。縦は科目ごとなどに分けて、横は日付にするなどして使うと効率よく使えるかと思います。1週目、2週目、3週目、それからテスト期間ですね、計4週分記入できるようになっています。そして次のページからはいよいよテストの結果を記入するところがございまして、まず科目ごとに書いて、目標の点数と実際に取った点数、それを比較した場合にどこが良くてどこが悪かったのかなどをメモしておくと、後々振り返った時にやりやすいですね。テストの結果は自分の良かった点などを記入しておいて、
次回にはどういった対策をするのかっていうのをメモしておくと、次回のテストの際には自分の補強するべきポイントがどこなのかっていうのがわかるかと思います。内容としては以上になりまして、年間スケジュールとマイグラフを除いた時間割からですね、テスト結果まで含めまして1セットとして2セット目、3セット目、4セット目、5セットついておりますので、おおよそですね1年ほど使うことができるようになっています。3 weeks タイプは以上になるんですけども、3 weeks の3週間計画をさらに深掘りする場合には1 day タイプがあるとさらに深掘りできるかと思います。ただですね、書き込むことばかりに時間を取られてしまうと勉強する時間がなくなってしまったりするので、使う際はですねどちらかに絞って使った方が時間の節約になるかと思います。それではこの動画は以上になります。ダイソーで購入しました1 day タイプと3 weeks タイプのスタディープランナーをレビューしてみたんですけども、とても内容が濃くてですね、特に3 weeks タイプなんかは記入しただけで勉強した気になってしまうのが少し気になる点ですが、しっかり使いこなせばテストの前の準備、テスト期間、それからテスト後の振り返りですね、復習する計画まで立てられることができますので、勉強の計画をする際にはかなり役立つかと思います。学生だけではなくてですね、社会人などもこういったもので勉強すると結果が得やすいかと思いますので、興味がある方はお近くのダイソーで探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。